ただいま、スクリーンにおきましては、今年走り高跳び、予選1組、予選中間標準記録1m67をクリアした選手を中心に、ただいまこれからでおります。アナウンスは1m67クリアした選手のみでご紹介いたします。SD コマツさん、中野群馬、石岡哲樹さん、東北宮城、荒木塩子さん、高橋商業、京都、半田夏美さん、一律リレー、広島、庄司和夫さん、仙台三王宮城、清水沙耶さん、野球勝利千葉、日向宮城さん、斉藤京都、清水玲也さん、会社姉妹、林姉妹におきましては、予選標準記録を突破者は以上8名の選手です。さあ、ご覧ください。続いて、2名の結果です。予選通過標準記録 1m67 をクリアした選手を紹介いたします。金川のりさん、明石造成愛知、高木新作さん、明石造成愛知、中村文也さん、高川大臣、東北最後を申し上げます。金川のりさん、ただいまの一着は7レーン、浜田拓さん、東洋、福岡。
スクリーンには5名1組の結果が表示されています。一着は伊勢田奈央さん、埼玉栄埼玉、1分0秒36。2着下川美奈さん、筑紫女学園福岡、1分0秒74。3着山本雄貴さん、松山西中東愛媛、1分0秒22。4着北澤千佐さん、西上用、1分02秒54。以下ご覧の通りです。ただいまの1着は第7レーン、
常盤学園宮城1分0秒94。スクリーンには判定中の記録が表されます。
首都圏中京大中京の方を4m81回でクリアしております。400m ハードルの間に吉田貴樹君が青森中央高校を4m81回でクリア。続きましては倉田雅典君、近代東広島、広島このように土浦高校の高さ 48m42 をしまして予選通過です。大丈夫です、また言ってください。ただいまの1着は来年ドクターダビューさん小松1分0秒52。Yeah!
校第3代の石塚さん、東大阪大学59秒58、スクリーンは反転中の記録です。リプレイです。ご視聴ありがとうございました。
県営プライムの攻撃の持ち主用の安田さん、続いて競技の藤下さん、スクリーンは予選7キロの安定中の記録です。スクリーンには予選6組の結果が表示されました。1着中川さん鹿児島1分0秒842、2着吉田さん県岐阜商業1分0秒90、3着山田さん本庄東1分0秒46、同じく3着後藤さん静岡1分0秒46、3着の2名は着差なしです。以上ご覧の通りです。はい、ちゃんと下げてる。プライムは坂井大一の後藤さん、続いて柴田の菊池さん、
1分0秒94、2着岩田さん、中京で中京、1分0秒94、3着山岸さん、新潟商業、1分0秒94。